8月26日に ITTF 国際卓球連盟が今年12月に混合団体というフォーマットでワールドカップを中国の生徒で開催すると発表。生徒で5年連続開催することを確認し、調印式も行った。この発表の唐突感は否めない。もともと ITTF 主催のワールドカップは男女別々に開催され、 各大陸の代表として出場し優勝を争う世界イベントだった。そしてそれは2020年11月の男女ワールドカップ、中国、以外、以降、ITTF のイベントとしても、WTT、ワールドテーブルテニス、のイベントとしてもワールドカップは開催されていない。柔道などでも男女混合の団体戦を行うなど、IOC、国際オリンピック委員会、 も男女混合の種目を増やしている。今回は男女混合の団体戦を歌いながら、そのチーム構成は男女シングルス、ダブルス、混合ダブルスを含んでいると発表しているので、男女2名ずつくらいの代表でシングルスとダブルス、混合ダブルスを行うのかと想像できるが、各協会への伝達も、競技内容の詳細もまだ未発表だ。12月にワールドカップが復活、とプレスリリースで流しているが、 そうなると、12月に日本の名古屋で開催予定の WTT ファイナルとどうつながるのか ?ITTF 発表になっていて、これは WTT イベントではないのか世界ランキングに関係ないとしたらトップ選手は参加するのかワールドカップ復活と発表しているが、従来のシングルスのワールドカップ、チームワールドカップはどうするのかまだまだ不明な点も多く。 国内では五輪代表選考レースの詰めの時期に、ITTF イベントにどう対処するのか、選手や協会、チーム関係者も困惑を隠せない。